ミラノサローネでの展示ミラノサローネは毎年4月にイタリアのミラノ市で開催される日本市。ミラノ大都市圏の老子にある日本市会場フィエラミラノを会場としてイタリア家具工業連盟イベント会社が100%所有するコスミットの主催により開催されている。世界各国の最新の家具、インダストリアルデザイン、インテリアデザイン、テキスタイルデザインなどの展示が行われる。 家具、デザイン関係の見本市としては、世界最大のもので、なおかつ世界のデザインの最新トレンドが展示される、イベントでもある。ミラノサローネが開催される4月には、ミラノ市内で様々なデザイン関係の見本市が、同時に開催される。家具見本市と同時に、サローネ国際インテリア小物見本市が毎回、開催される。さらに、奇数年には、照明器具の見本市、 エウロルーチェとオフィス家具の見本紙、ワークプレイス3.0が、たま数年には、キッチンの見本紙、エウロクチーナとバストイレの見本紙サローネバーニョが開催される。また、サローネ会場の外のミラノ市内各所では、サローネの出店料と出店規約を嫌う、中小企業やデザイナーが、サローネでミラノに来たデザイン関係者を対象に、サローネと同時期に展示会を開いている。 地元だけでなく世界のデザイナーや自動車、ファッション IT の企業などがフォーリーサローネに参加してブランドイメージ向上を図っている。サローネと関係見本市、フォーリーサローネの展示会群を合わせたデザイン関係のイベントの総称をミラノデザインウィークとも呼んでいる。ミラノサローネの会場となる日本市会場ミラノサローネ会場ミラノサローネは1961年。 イタリア製の家具の見本市として出発した。第二次世界大戦後の戦災復興でヨーロッパでは家庭用の家具の需要が増大した。西ドイツでは大企業中心の家具業界が1949年にケルンの見本市会場で家具見本市を開催した。この見本市に世界中の関係業者が集まって盛況を博するのを見たイタリアの家具業者はイタリアでも 家具見本市の需要があると考えた。ドイツと違って、中小業者中心のイタリア家具業界をまとめ、相互の情報交換や輸出を促進するため、コスミットが設立され、1961年に第1回の見本市が開催された。328社は11,860平方メートルの会場に集まり、12,100人の訪問客があった。 1967年からは国際家組本市となり、イタリア以外の業者が参加するようになり、1991年からは、各年開催から毎年開催に変更された。1991年のサローネでは1959社の参加者が14万4千平方メートルの広大な会場を埋め、14万7千人の訪問客が集まった。ミラノサローネは、 ケルン国際家具インテリア見本市をしのぎ世界最大の家具デザイン展示会となった。2005年からマッシミリアーノ複サス設計の新展示会場フィエラミラノに会場を移転している。2010年代には2500社が23万平方メートルの会場に集まり、さらに35歳以下の若手デザイナーのみの部門、サローネサテリテには、 世界各国から応募し厳しい審査を勝ち抜いた700組の参加がある。会場には世界150以上の国から27万人の訪問客が集まる。2011年の時点で参加者は2720社となった。訪問客数は2018年には6日間の会期に世界188カ国から43万4509人が集まった。 参加各社は家具、家電、素材などの商品のほか、将来発売する商品のコンセプトデザインなどを展示する。2005年より毎年10月にはモスクワでモスクワミラノサローネが開催される。また、2016年からは毎年11月に上海で上海ミラノサローネが開催されている。ありがとうございます。